はい、最近琴香ちゃんとアンナちゃんに会いました。アリサです。今回はアリサが100均で発見かわいい文房具を紹介していきます。イエーイ。ティアラチャンネル、こんな感じです。皆さん、こんなに可愛い文房具が100均で売っていたの知ってましたか？それでは1つずつ紹介していきます。1つ目、くまのプーさんペンケースです。開けてみます。このペンケースはこのくまのプーさんのゴロンってしてるところがとっても可愛いし、あとこことここが別々になっていて、ここは消しゴムを入れたりできるし、こっちはそしてこっち側はペンや鉛筆などが入れられていいです。2つ目、じゃん、くまのプーさんの3本鉛筆です。これは DB の鉛筆で、パステルカラーのところがとっても可愛いし、この模様も夢顔で可愛いです。3つ目、くまのプーさんの鉛筆キャップです。4つ目、じゃん、くまのプーさんの鉛筆削りです。これは筆箱と同じようにくまのプーさんのイメージカラーで黄色でまとまっていて、ちょっとこの模様が可愛いです。今気づいたんですけど、この模様って筆箱にもあるし、あと鉛筆じゃないけど、キャップとかにもあるし、この模様が私ではとてもお気に入りです。5つ目、くまのプーさんの折りたたみ定規です。これはカチカチって音が鳴って、この音好きなんですよここの180度が測れるし、こうやって、あとこれ30センチまで測ることができます。アリサ的に筆箱に入れてみました。じゃじゃーん。こうやって見るとプーさんが筆箱の中に入っていて、まとまっていてとっても可愛いです。おまけに面白くて可愛い消しゴムを見つけてきたので紹介していきます。1つ目、じゃん、こちらは面白い消しゴムのうさぎとくまです。ここはくまくんが K っていう、見るかな、 K っていう洋服着ていて、これはピーターラビットみたいなウサギで、これはこのクマが紫のパーカーを着てて、とっても可愛いです。じゃーん、こんな感じです。これ消しゴムなんですけど、使うのがもったいないです。2つ目、じゃん、こちらは消しゴムなんですけど、グミに見えませんかこれはパルスっていうものなんですけど、かわいいクマのミニ消しゴムになっています。これは桃の香りがする消しゴムです。こんな感じです。開けてみます。微妙に桃の香りがします。桃なんですけど、桃の丸々の感じで、皮の香りもちょっと入ってますこんな感じです。このクマがハート持っていて、とっても可愛いです。ということで、100均で発見可愛い文房具を紹介しました。皆さんもぜひ買ってみてください。